相良長頼は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将。鎌倉幕府御家人。相良氏の初代当主。相良来慶の第一子というのが定説だが、弟、あるいは老いとする遺説もある。通称はサブロー。自称元年、うと海国佐野軍の相良僧で生まれた。父、来慶は、源の頼朝より、うと海守に任じられていた。 安田義貞に逆らって、相良相の大半を失い、研究四年に、日後国熊群のたらぎ僧を与えられ、追放同然で下校した。この時、長寄は、相良相の一部を相続して、とう,とう海に泊まった。研究九年十二月、長寄は、源頼朝より命を受けて、人吉に下校した。先に下校した、相良来景は上熊を領していて、中熊は、 以上、岩木城いわき主の平川義隆が漁師、下熊は公領であったが、平頼森の大官であった矢瀬修名優が漁師していた。長頼は、鎌倉幕府の命令であることを示して、矢瀬に、人吉城の明け渡しを迫ったが、拒否された。長頼は、住人、最初、助三郎の勧めで、地方豪族である平川氏に使者を出して、矢瀬討伐を依頼した。平川義隆はこれを快諾し、 大晦日の川狩りの際に、矢瀬一族を胸側に誘い出して、ことごとく打ち取って滅ぼすと、人吉城を奪取。長寄は吉高に迎えられて、人吉城に入城することができ、任務を果たして帰還した。相良梅鉢の由来は、長寄が北条義時より賜った梅にある。研究十年、頼朝の死去に伴って、長寄も出家した。 北条氏が交流するとこれに服属。元旧二年、陰謀により、畠山重忠の乱が起こされたが、長寄は二股川の戦いにおいて、先陣で功を挙げた。それにより七月二十五日に、日国熊群人吉将の自投職に任じられたが、長寄の本願は本領である、相良宗の回復であった。上級三年、上級の乱が起こると、 幕府方の北条と寄付に従い、長頼は弟の山井宗頼と佐原頼忠と,と共に参人。東海道を成城し、宇治川での戦いでは佐々木信綱らと共に敵人一番の寄の甲を立て、かつ敵将、渡辺矢次郎兵を討ち取るという功績を挙げた。これにより、執権、北条義時によって晴れて、佐原相の給料回復を許され、さらに、 はり国士馬軍の荘園など、たくさんの褒美を与えられた。またこの時、北条義時より、直々に、政治の湾に、梅の実を五つ持って賜ったが、長寄はこれを喜んで、相良家の家紋を五つ倍ごもとしたとされる。父、大慶が亡くなった時期は確かではないが、安定元年、たらぎ僧を僧侶である長頼が相続した。年代は不明であるが、長頼は、 恩義のある、平川義隆が不満を持って、反乱を起こしたと言って、兵を差し向けて、知事期、腹の戦いでこれを滅ぼした。非合の死を遂げた日向一族は、熊軍の各地に祀られた。それぞれしかみとされているが、これはたたりを恐れたものであり、一族を滅ぼしたことに大義がなかったことを示唆する。歓元元年十二月十三日、老いの相柄頼重と、 泉新城をめぐって争ったことを幕府にとがめられ、所要の人吉章のうち、北部を北条氏の領地として取り上げられてしまった。一方で、法治三年、県庁元年3月27日、執権北条時頼によって、武前国工芸軍成津根の児童に任じられた。県庁六年3月、人吉章にて死去し、後を着死の相柄頼近が継いだ。 去年78、方号は、連物、ありがとうございます。